奈良です。さきちゃんです。お願いします。うちの原宿店のレセプショニスト受付の今一番受けてる女の子です。お願いします。ミディアムロング編の簡単ヘアアレンジを3パターンやっていきたいと思います。アイロンは32です。32のアイロンで鉢下と鉢上ぐらいに割って、フォワードと分かるかな、まあ、内側でリバースが外なんですけど、混ぜながら最初フォワード内側で中間から毛先に向けて、で毛先ちょっとさらっとこのぐらい、ほんと軽すぎるぐらい緩めな感じで、あまり時間かけないでいきます。そうすると自然な緩い感じのカールができるので、毛先を感じる感じです。であと毛先を入れすぎないのがポイントかな。だからところどころなんかちょっとこう巻かれてるのもあるけど、こうストレートっぽくだからシャッて出てる感じがある方が今っぽい感じなので、ミックスさせてあげるとすごいです。綺麗に毛先だけ巻きすぎちゃうと古めかしい感じになっちゃうので、割とランダムなバサバサっとした感じの方が流行ってるので、自然な感じで外人のくせ毛風な感じ、自然の表面だけ根元を起こしたいです。どっかこの部分根元から熱通す感じ、またスライドして普通巻いてこう時間置くんですけど、それを置かない感じです。そうするとトップがぺったんこにならないので、あと自然なふわっとした感じが、でこっちも毛先は入れないで根元だけ、ここだけ、そしたら前髪軽く毛先だけ、そしたら今度このシマのオリジナルのヘアトリートメントをつけます。でミディアムワックスも少しだけ混ぜてあげて、根元から根元の内側から全体につけて、最後表面なじませます。あえてのバサバサ感と若干のボリュームがポイントです。このハードスギナーの姿勢で振りながらつけてあげます。コイリングコームっていうコームがあるんですけど、それにスプレーをつけてあげる。スプレーがついてるので前髪をしてあげるとスタイリングもできてキープもできるのでおすすめです。はい、じゃあ1個目のちょっとグランジ風な崩した自然な巻きのリブスタイルです。はい、じゃあ2つ目の、アップスタイル、ポテテの種子を使ったミディアムロング編です。ヘアクリームをつけてワックスもつけます。第1ぐらい、でまた全体に、で割と真上に持ってきたいので、一番上にワックスだけだと割と硬いので、クリームだけだと逆にキープ力が弱いので、混ぜることによってすごい使いやすくなるので、いつも混ぜて使ってます、ね、僕は。で大体このゴールデンポイントっていうんですけど、これに結んであげるとバランスがいいです。つむじのあたりのことで、後ろすぎちゃうとシュシュつけるときに見えなくなっちゃうので、で毛先もゴムで結びます。でそれをねじってくるんと、で毛先のゴムのところを止めてあげます。そうすると取れない。でその時に出したい送り毛とかをこうお土産だったり襟足の部分だったりを引き出して、まあ大体顔周りランダムに出てた方が女の子は可愛くなるので、出てる部分を軽く巻いてあります。適当な感じって言っちゃあれなんですけど、あんまり綺麗に巻きすぎないので、癖をつけてあげるぐらいな雰囲気で
後ろもこんぐらい、わかるかな、ちょっとひょろひょろひょろって出てるぐらい、前髪のさ、ここだけ、沿うようにちょっと羽に塗るの、ただこのビッグシャシをつけます。これがベロアで半分薄ピンクで半分濃いピンク、これを上につけます。シャシの形を作りたいんですけど、ピンで止めて崩してあげて、髪の毛ちょっとこう絞って出してあげて、襟足落ちちゃいそうだったら緩めにこれ結んでるので、さっとこうやって止めてあげて、ピンで襟足を部分的に落ちないところを作ってあげると崩れないですね。最後スプレーで自然な感じでスプレーしたけど、はい、完成です。じゃあ3つ目は、このベースの緩巻きからこのミニクリップを使ったアレンジをやりたいと思います。ちっちゃいクリップなんですけど、いろんな長さにも使えるし、すごいかわいいので、自然に取れるぐらいの量で分け取って、ちょっとねじります。内側にねじって、でこっちの元の毛も取ってねじって3回ぐらいすることができて、こんぐらいですね。まず1個目取れます。まあ1個とかでも可愛いんだけどね。混ぜてねじって元の毛を取る。ポイントは本当自然にやって、ねじったところをまたこうしごいて崩していくんですけど、ここも止めたところ間引き出してあげて、あと毛先をパサパサってしてあげるとかわいい。これだけでだいぶ強くなるんで、でなんか左右対称にしたくないので、割とこっちの高さこれぐらいで今度こっち上げたりとかして、対称にするとちょっとなんかおしゃれ感がなくなっちゃうので、非対称で自然にバランスを見ながら打っていくことがポイントですね。後ろのところをつけて、これけど本当に使えて可愛いのですごいおすすめです。ショートオーブ何でも使えるから、昔はねなんか黒とかしかなかったんですけど、今こうやっていろんな可愛い色があるので、小さいですけど、はい、完成です。あさきちゃんどうでした？自分でもできそうな簡単なヘアアレンジばっかりで楽しかったです。巻き髪もあんまり綺麗に巻くよりはちょっと自分で巻いた感じの雑さの方が今流行ってるので、そんな感じでアレンジをしてもらえればいいかなと思いました。ありがとうございます。